裏ってなんか意味あるんですか？裏で乗るって。音楽好きな人ってやっぱ僕ライブ見ててよく思うんですけど、うん、裏で乗ってる人がやっぱ多いんですよね。その好きな人じゃなきゃダメだよ、本気の。でも分かんない人もなんか見た。やってて田中みな実さん。もうなっちゃいますよね。私ねリズムが本当に取れなくって、だから見ちゃうとこっちに集中できないから遅くなっちゃうんですよ、これが。そうそう、みんながこうだとしても私はあ、それすごい気になりました僕。 そうね、はい、でもすごい好きだから見ちゃうんですよ。だからケミストリーさんのライブとかも行くんですけど、もうずっと涙を流しながら見てます。それは横でもうみじろぎせず動かずにスーッと泣いてるっていうのはどうですか？あ、それちょっと僕離れるかもしれないです相性悪いな、ここ。いやですね、ていうかなんか聞く側にそんな求めないでもらっていいですか？好きに聞かせてよ。そうね。